宮川選手のプレスバックからですからね、はい、攻撃の起点がね。横パスは今野、遠藤、そしてここはクリスティアーノ来ました。体の大きなクリスティアーノ狙う、おー、狙った、やった、おー、東口呆然、ロングシュート、クリスティアーノ決めて4対1。これ中盤のいい守備からでして、ここですよね、なんという距離、狙い抜群、そして精度抜群。まあ、これから攻撃っていう展開でもありましたから、東選手は前めにポジション取ってましたしね、そこでしっかりと切り替えて取った中での判断ですからね、これはもう見事なスーパーショット、もう見事ですね。クリスティアーノ決めて4点目。いやー、これ奈良橋さん、素晴らしい判断と素晴らしいスキルですね。見事としかもう言いようがないですね。